イーウッドパークはイングランド、ランカシャーのブラックバーンにあるスタジアム。現在はブラックバーン・ローバーズ FC のホームスタジアムとなっている。収容人数は3万1367人。ジャック・ウォーカースタンド現在の建物は1990年完成で座席数1万1000。2層構造式のメインスタンド。内部にはホートアウェイチームのドレッシングルームとメディアカンファレンス設備が含まれている。 スタンド名となっている、ジャック・ウォーカーは、鉄工業で財を成した、実業家で、ブラックバーンの元会長にちなむ。このスタンド、ブラックバーンエンドとダーウェイン、ロニー・クレイトンブラックバーンエンドスタンド1990年完成の座席数8000、ホームサポーター席設定されている、コール裏スタンドで2層構造、ブラックバーンの中心街がある方向に立っているため、それに由来、 ローバーズサポーターにとってのメインスタンドとみなされている。RFS リバーサイドスタンド以前建っていたスタンドは1985年に閉鎖され改修。1988年に完成したスタンドで座席数はおおよそで4000。一層構造のバックスタンド、スポンサーボードとスタンドの間にスペースが空いており、観客用通路となっている。ダーウェン・エンドガーコーナーには、 ダクトロニクス製のモニターが設置されてある。過去にはソニージャンボトロンが設置されてあった。名称はスタンド後方をダーウェン側が流れていることに由来、ブライアン・ダグラス・ダーウェン・エンド・スタンド現在のスタンドは1990年代完成で座席数8000、アウェーサポーター席が設定されているゴール裏スタンドでブラックバーンエンドと全く同じ作りの2層構造となっている。しかし、 セキュリティ上の関係からか二階席が使用されない。試合も多々ある。ありがとうございます。